震災から1年、3月の11日でしたが、その次の日、12日ですね、湯本日中の沢井史郎先生のところを12時過ぎにお伺いしてお話を伺いました。一緒にお伺いしたのは、いわき出身のドラマ、今野翔圭君と、そして、朗読、震災ポエムとかを語ってくれております飯島明子さんです。本当に3月11日からその避難所を受けて、この沢井先生、あなたその後の中野にも来てくださって、東京中野で、福島の物産展をやるのの応援をということで、逆の感じですけれども、その交流をすることでいわきが元気だということをみんなに伝えたいと、またそういった風評被害をなくしたいと、そういうふうな思いもあったんだと思います。そして来てくださいました。本当に嬉しく思っています。いっぱい語ってくださいましたので、そのうちの一部を録音してあります。だからもうカレーとかなんかを言ってどんどんこうもらってきて、そしたら気がついたらば、実は避難所たくさんものがあるんですけど、スーパーなんか全部開いたわけですから、地域のものがないんですよ。で区長さんが来て、何か避難所にものないかっていうと、いやありますよ、いやくれないかって、どうしたんですか、年寄り風呂の水飲んでるんですよ、これじゃダメだ、じゃあもう地域にもどんどん渡しますから、これ学校に物が来るようになってからの話ですね。地域食べられないんだけど、必要よりも多く申告していいからやってくれっていうんで、これちょっとね、この時ならでは50人分ぐらいいるような形にして、あと地域に全部持っていってくる、タミヤになったってことですね。そうです、タミヤになったね。でそのうち、あとは食料基地に請求があって、今度そっちになんか、その僕が打ったメールを僕の友達がフィリピンで取って、フィリピンで、フィリピンのことですから、でフィリピンからまたネットワークで流したところ、富士の裾野の自然を、フォールアースって自然を守る会というつながって、後輩がやって、でそこがいわきの森を守る会っていうのが、うん、そのネットワークが妹日曜危なそうだから行くっていう部分が来てくる。でそこで彼らはその静岡県のパルシステムに連絡をして、支援物資を送ってくれって言ったところ、岩手にもパルシステムっていう政局があるから、そちらに行ってみてくれって言って彼ら来たんですよ。で今岩手のパルシステム、荷物住むそこにあるんですけど、そこに行くと物があるはずだから、今とりあえず卵が700個は手に入る、いくら必要だろう、700か、ちょっと300ぐらいでいい、じゃあとにかく行ってみますからって言ったら、飯島さんです。パールの一番上の、代表理事っていうか、理事がいて、彼は僕と同級生だってことが分かる。隣組なんですよ。団地も本当に歩いて30秒ぐらいとするんです。で僕は知ってたんですけど、あそこにいると思わなかったんですね。そしたら彼から行った人が、なんだ地元に誰だっこれ、沢山同級で隣組だよって言って電話かかっちゃう。それからもう大丈夫です。そうだよ、好きなだけ持ってくる。で僕が行ったら、お前じゃラッチャー開かないから料理長呼んでこいって言われて、でそこで野菜なんかを初めて、だから25日以降ですね、初めて食べたい、そこまでは大変でしたね。だからそこ、そこからも順調に行ったんですけど、そこまでが大変だったんですね。だからあとは力は本当に来ないです。2週間は大変でしたね。沢井先生だったから良かったけど、他の学校とかどうだったんですか。他の学校は避難所としては、湯本山椒っていうところは、こちらで僕と同じような考えなので、とにかく避難所になった時には、うん、もう積極的に避難所にしたんです、うん、で他の学校はっていうと避難所嫌うんですよ。ですよね、大変ですもんね。実際に先生だったら、校長先生だって問わなきゃいけないです。先生方にもその避難指示が出ちゃうわけですよ。そしたら校長と教頭しか残んないでしょ。だからそっちから回されてくる人たちになるんですよ。だから要するに避難所としてはやってたんですけど、積極的っていうか、ある学校はもううちはもう断っちゃったから。あ、断れるんですか。はい、断っちゃったから、できないって、できない、あ、できないっていうか、積極的帰ってもみんな行っちゃうって、からうちはもう閉じちゃったよ。まあしゃあない、仕方ないなと思って、うちは
100人かダメでできないなそこをお伺いしたら困っちゃうしなと思って、いわきの人たちほとんどしてからああもうダメだそれ絶対最後じゃないといけないと思って降下するって言ったんですね。だからここは本当に個人武士で、本当に個人武士でやってきた日なんです。普段のネットワークというかね、幸運か分かんないけど、その間の心だけ分かんないけど、ですかね、そう本当に困る。5月22日まで避難所。すごい5月22日までキリスト教会の方の皆さんたちが支援をしてくれて、常に声をかけてくれて、湯本道は行けって僕さんがおっしゃって、4月から授業も始まったわけですよね。たまにバーベキューやってもいいよって言った時にバーベキューやったんですよね。で僕らもうでどうしようかなとかってバーベキューやった時にはニューヨークから保護者に10人来たんですよ。全部英語だよなみたいな。そこの牧師さんは大体半年はいないんですよ。通訳で世界各国回るので、すごいな。何10人とか言って消防士さん、消防士さん、ニューヨーク消防士さん、で結局喋っても僕も片言英語喋るんですけど、喋ると日本語喋れないとこがあって、でも今日はバーベキューが全員楽しくやろうなって言ったらば、78何人ぐらいじいちゃんばあちゃんがニューヨークの消防士喋ってる体験、昔の記憶が日本語で、片言日本語片言英語、もうこれは良かったと思って、で僕たちが結局そのじゃあスローガンとどういうふうに運営をしようかと大事なところです。決めたことは3つあったんです。1つはとにかくみんなの意識を高める。でだからまず意識、そのために避難所のあり方についてはただ避難所としてはダメだろう。だからやっぱり体力を温存してもらうことと、やっぱりついにもう仮設に行くことは分かっていた。だからそのためには気力をやっぱりつけなきゃいけない。体力、気力、そのために仕事をまずみんなにしてもらう。仕事をね、だから朝も5時から仕事ですから、ね、5時からその回夜は大体10時に朝休みで、まず仕事をみんなにしてもらう。みんなでというか運営をしてもらう。2つ目は絶対この人たちは文化を持ってるはずなので、その文化を絶対大切にしよう、それで壊さないようにしよう。だからお彼岸の時には徳さんに多分お彼岸だからみんな、お墓も倒れてるし流されてるし亡くなった方もいるし、これさ全体で線香なんだよねっていう話をしたら、お彼岸ですよ何かねって言ったら徳さん、前の年お父さん亡くしてるんですから、俺は親父死んだ時に世話になった捜査局近くにありますから電話してみますからって言ったら用意できるって、線香とちょっとした仏壇が用意できるっていうので、で持ってきてもらってって言って、で持ってきてもらった時に、これ笑い話なんですけど、捜査局の人が来た時にご遺体はどちらなるほどなるほど、そうじゃない、なるほど、違うから違うから、だからみんなが悲願だから、いやいやいやそれだからって言ったら、もう図書室ですよね、そこしか空いてなかったので、じゃあ図書室をそのお客さんを作って、はい、そしたらもうお悲願の時にあの線香がそこからですよ、そこで悲願で終わるまで線香はね、みんな懸命になかったですね。でも拝んでる先は本ですからね。みんなにあとそういうそれやった。そうじゃないといけないよね。絶対文化大切にしよう。だからもう体力な温存と避難所は文化を大切にすることと、あとやっぱりルールはきちんとあるから、そうしないと統制が取れない。絶対甘えてはいけない。っていうこの3つをやった時に、じゃあ。どうすかねなんて話した時に、まあみんなのじゃあこの際だからと思って、まあ避難所作っていいかって話になって、どうすかねってはいいですね。じゃあって言って、今度教先生が毎日班長会毎日やりますから、先生方と一緒にやりますから、で先生方も戻ってくるんで、何もやらせてね、何で戻ってきたの今日、あいつからしようって言ったら、よし、あいつなんてとか言って、でもあいつからってガソリン大変じゃないっつら、大丈夫ですよ、10リットル
ずつは買えますからって言ったら、申し訳ないねーなんて戻って、あれ、なんで戻ってきたのって、なんで山口から戻ってきたの、心配なんですよね、本当にありがたかったですよ、なんでも一時だけ電話したかったんです。ああ、そうですか、すごいな、戻ってきてくれて、すごいね、じゃあみんなでやるかなんて言って、もう母さん会みんな全員一緒ですからね。で、その日に必要なものとか、あとは朝の会って何時頃からやるんですか。7時です。ああ、やっぱり。で、朝の会7時にやって、で、会議をやって、その日に必要なもの、困ってること、苦情とか、あとはその頃もう個人物資が来てました、ね。で、個人物資は今何が必要かっていう順番が僕も初めてあるってことが分かって、物をある程度集めたら、あ、次は、あ、すいません、あ、すごいな、すごいことだね、本当にね、素晴らしい話です、ありがとうございますね、大事なことかなと思いました。いろいろご苦労もあったと思うんですけれど、本当にたくましく、そしてまたあのきちんと責任をこう全部背負うという新しい日本人の、姿を、模範を見せてくれたなと思っています。いろんな各地に何て言うんでしょうね、彼を支援する体制ができて、そして、避難してきた人たちに伝わり、また子どもたちに伝わり、子どもたちがやっぱりなんか明るくシャキッとして、次の日本を担うこの試練で学んだことをすごく生かしていくんじゃないかなと思いました。この日は卒業式の前の日でしたが、こうやってお話の時間を作ってくださり、その前は午前中はなんとですね、チベットから来ていた人で、やっぱりメッセージを持ってるということで、みんな子どもたちの励ましにですね来ていた方がですね、講演というか、を午前中に子どもたちとして、しかも中で気になった子どもたち、まあ、いろいろ家庭が複雑とかいろんなことがあったんだと思うんですが、その子たちと個人的に残って少し、校長室かなで面談をしたというふうなことを伺いました。それが終わった後に、12歳から僕らはそうですね2時ぐらいまでお話をさせていただきました。お話を伺わせていただきました。本当にここに何か一つ新しい復興のモデルというかあるんじゃないかなと思います。放射能にも負けない力というんでしょうかね、人間のその力、そしてまたそのマネジメントの仕方、これをまた、どなたかきちんとしたドキュメンタリーに、残していただきたいなと、これは一つ貴重な記録です、というふうに思っております。アンサンブルグリーン、勝ち秀夫でした。ありがとうございました。失礼します。